アバランチ湖はアメリカ合衆国ニューヨーク州のアディロンダック広報にある9エーカーの湖である。湖は標高4714フィートのコールデム山と3816フィートのアバランチ山の間の2885フィート地点に位置する。二つの山は湖に面する垂直な崖の上にある。アバランチ山のすぐ西にはマッキンタイヤー山脈、 標高5115フィートのアルゴンキンさん、標高4829フィートのバウンダリーさん、標高4843フィートのイロコイさん、標高4380フィートのマーシャル山がある。マーシー山へは東へ2.5マイルである。アバランチ湖の下流にはコールデン湖がある。アディロンダックロッジからコールデン湖を過ぎるトレールは巨石でいっぱいであり。 通行を可能にするため、多くの木製のはしごが作られている。さらに、1920年代に最初に建造された崖の表面に直接ボルトで付けられた木製のトレイルが3つある。ジョン・リチャード裁判官、政治家ルーベン・サンフォード率いる測量隊により、1833年、ヨーロッパ人により、湖が最初に発見された。湖は、 ウィリアム・チャールズ・レッドフィールドによって名付けられた。1869年8月20日、コールデン山の地滑りで大規模な雪崩が発生した。この土砂により、湖の水位が上がった。1942年には、さらに別の雪崩が発生し、水面が10フィート上がった。南西から見た、アバランチ湖。左に、コールデン山、右にアバランチ山、中央に、 カラミティさんがある。ありがとうございます。